タイガー・ウッズ選手や渋野日向子選手も超えるパッティングができます。4歳の男の子が思うままにパターを振ります。ボールはあさっての方向に行ってしまうかと思いきや、急カーブしてカップの方向に転がり出し吸い込まれるようにナイスイン。実は少年が打ったボールは日産自動車が開発したもので、カメラでカップの位置を把握して情報を得たボールが自動でカップを目指します。日産は運転支援技術を分かりやすく知ってもらうため動画を制作したとしています。これまでにも自動できれいに並び揃えられるスリッパや自動で整列する椅子を作り、自動運転の技術をアピールしています。